恐るべきモンスター闇外道が復活した。封印するには8人の核王の力が必要だ。絶対に見つけ出すぜ、俺たちの手で核王を。バディーファイト。闇外道の爆弾だ。食わせろって言ってんだろうが。闇外道の2回攻撃きた。食わせろ。ナイスオーナルカミ。超余裕。んじゃそろそろアメリカ帰りの実力を見せてやるか。まだだ。外道と呼ばれし邪悪なる力、その全てが俺様のものだ。ファイナルフェイズキャスト。ファイナルフェイズだと。必殺技を持っていたのか。今こそ力を見せろ、外道奥義。将来暴れかんだせ無念じゃ。さらばだ。モンスターもアイテムも全て破壊された。なんて凶悪なカードだ。それだけではない。破壊したカードの枚数分だけ相手にダメージを与える。登れ。限界のその先へ君のカードが導いてくよ。夢のあり行こうぜバディファイト。君がつまずいた視点から空を見上げれば続いてく。昇君の行方は我々が全力を挙げて突き止めることをお約束します。どうかお願いします。では。俺のせいだ。ん？俺のせいで昇は。ガオ、自分を責めたところで古道昇は戻りはしない。今日のところは自宅へ帰れ。昇君を助けて。ガオ君しか僕たち。分かってる。俺がきっと無事に連れ戻す。どうして昇を探すんだろう。無論だ。謎のモンスターについても調査せねばならん。だがそれはお前とドラムを除いたメンバーで行う。なんだよそれ。お前たちはまだ特別休暇の身。現場への復帰を許可した覚えはない。ガオ君、僕たちに任せてくれ。昇君はきっと僕が。けどタスク先輩にはジャックが。ごめんタスク先輩。待てよガオ。激突ヒーロー VS ダークヒーロー。
どうやら闇外道様のバディとしては役不足のようだな。しばらくは動けまい。それはそうと、お前は一体誰なんですし。ガローズが聞いてるですし。私は黙示録の第一騎士グラトス、ダークネスドラゴンワールドの百鬼でもある。どうして今頃姿を現したんですし。目覚めよ少年。お前どこだよ。ここ差し詰め悪の秘密基地ってとこか。おい、いつまでこうしてる気だ。君には我が闇外道様の駒となってもらおうか。笑えねえ冗談言ってんじゃねえよ。誰が少年よ、闇外道様の駒となれ。今の嫌な感じ。百鬼反応ありだっけ。行くぜリッキー。オッケーだっけ。百鬼の反応が消えたっけ。危ねえじゃねえか、こんちくしょう。おだっけ、こんちくしょう。お控えなすって。手前、小国と橋マスはヒーローワールド、姓はシガミネ、名はムクロ、無宿徒生のしがない旅人にござんす。炎のごとき情熱で魔に侵された百鬼の鬼にバーンと焼きを叩き込む百鬼ハンターた、この俺のことよ。あと今こんなことしてる場合じゃねえ。話ならまた今度だ。そこんとこよろしく。ぶしつけを承知でお願いいたしやす。百鬼ハンターのお兄さんがお持ちの格王の証譲っていただきて。格王の証お持ちでござんすよね。いや持ってねえ。しらばっくれる気でござんすか。っていきなり何しやがる。あくまで格王の証をお持ちでないと。ああ、そもそもその証とやらどんな代物なんだ。玉でござんす。格王の印が浮かび上がるという代物でござんして。どうしたリッキー、なんか知ってんのか。何も全然これっぽっちも知らないっき。つーごった、そんな玉見たことも聞いたこともねえが、さっきの礼だけはしとかねえとな。お前の技は見切ったでござんす。知らぬ存ぜぬとおっしゃるならそれも結構。体に直接伺うまででござんす。兄貴つけたちすんぜ。冗談はよしこさんって言いたいところだが、頼んだぜお前ら。なんだと？イリーガルとおぼしきモンスター同士の乱闘？はい。そちらで対処できぬのか？ですが、映像を送ります。百鬼ハンターとシガミネが！どうして？出動します。だがタスク、君にはバディが。構いません。やむを得んか。バディポリスユース出動！了解。アズマダイ、行くよ。ヘツヤ、今回はパスだ。どうしてだよ。あのシガミネって野郎と顔を合わせるときっとまた面倒くさいことになる。そんな、アズマダイ。トイヤ。こっちの番だぜ。限界バリバリで行くぞ。これまずは俺様が相手だ。おれおれおれ。
レスだ。お前たちの身柄を拘束する。なんだっけこれ。ゾイオモ、どうなされたジウン殿。国の国王の証が共鳴しちょるでごわす。国王の証が。ならばこの場所にあなた以外の国王が。まさかあのリトルドラゴンが国王。違うっき。俺っち絶対に国王じゃないっき。命かけるっき。一気てめえ行く。なんだっけ。覚王ってなんだ。ズコー兄貴。リッキー。覚王の証確かに頂戴いたしやした。待ち上がれイラーズ。ここは僕に任せてあいつを追うんだ。ですが急いで。了解。行くぞ月影。バディスキューオン。俺たちも追うぞ。言ったはずだ。お前たちの身柄を拘束すると。上等だ。やれるもんならやってみろと言いてえところだが、今はリッキーを取り戻すのが先だ。だったら腕づくでもお前たちを拘束する。腕づくだ。たった一人でいい度胸だ。ちっとばかし遊んでやるか。ボディファイト100Challenge the powers of the Omni Lords! Call Fifth Omni Dragon Lord Drunk! Yami Ghetto and all 100 demons, I'll take you down! Giga Howling Crusher! Assault of the Omni Lords, now on sale! Bushiroad! Buddy Fight 100! 100 demons, devour everything! Devour as much as you want! Yami Ghetto, sate your hunger! Feast! Lord of 100 Thunders, now on sale! Bushiroad!Fight Vanguard G! With the power of our bonds and our possibilities in hand, shine forth towards our future! Booster Pack Soul Strike Against the Supreme, available October 2nd, Bushiroad! High Five Vanguard G! Let's all sing together in harmony! About the sparkling school life of the idols! Cloud Booster Academy of Divas! The new semester has begun! And check this out!よし、先回りするぞ。花すっきー。どうした。しがみねむきろ。まさかリッキーのやつさらわれてんのか。どうする、ガオ。行こう、ドラメ。それでこそオイラのバディだ。そういや、てめえバディポリスのくせに、なんでバディをデッキから呼ばねえんだ。今はデッキを持っていない。だがお前たちを捕らえることはできる。俺も舐められたもんだぜ。試してみるか、野郎ども。あなんつってな。どんな事情か知らねえが、突っ張りすぎると大怪我するぜ。ただそういう奴は嫌いじゃねえ。バディポリス決壊。お前が取れる道は2つだけだ。おとなしく捕まるか、僕とバディファイトをするか。おやおや、こいつは穏やかじゃありやせんね。ザヤ。ガオ。ガオ、ドラム、助けてくれだっけ。やっぱさらわれてんのか。
どうしてリッキーを？そのリトルドラゴンは核王らしい。え？違うキー、俺っちは核王なんかじゃ。リッキー、お前は俺が助けてやる。バカを言うな。君はまだ休暇中の身じゃないか。だけど。だけどもやけどもない。頼むザンヤ、ガオーにやらせてやってくれ。今日のガオーはヒーローデッキを持ってる。昨日とは違う。ドラム、頼むザンヤ、俺にやらせてくれ。好きにしろ。サンキューザンヤ。ワープ成功。バディファイトあるところ、ナノパルコあり。嵐と共に緊急出動。ルミナイズサンシャインガーディアンズ。影に紛れて悪を斬る、あっしら正義の世捨て人、ルミナイズシャドウヒーローズ。バニーポッイオープンザフラッグ。ヒーローワールド。ヒーローワールドでござんす。今日のファイトはヒーローワールド対決。ガオン選手の方はバディがジャスティスドラムなのでヒーロー特性、一方シガミネ選手はバディがシュバルツなのでダークヒーロー特性のカードで敵が構成されてると予想されるのですが、とかなんとか言ってるそばからサイバーポリスアサルトリーダーの攻撃が炸裂した。申し訳ありません。始めてしまったものは仕方がない。我々にできるのはガオーの勝利を信じることだけだ。アンシュケンのグエンをレフトにコールでござんす。バニーダープヒーローがコールされたとき、シガミネ選手のダープヒーロー第一キッズの能力が発動します。ワンドローでござんす。ゲージ1を払い、手札のダークヒーロー1枚を捨て出して、シャドウヒーローシュバルツをライトにバディーコールでござんす。ゴーテンター、ザームストライク。アサルトリーダー、シュバルツの能力でアサルトリーダーは破壊されてしまった。装備武器用の汚れ、切ってさばいて差し上げやしょう。影葬りの刃、シャドウレクイエム。グエン、ファイターにアタックでござんす。王者失滅、アッシュ打点賞。はぁ、相手にダメージを与えると、アンシュケンのグエンは手札に戻ります。シュバルツ、タウッダスポーツ。リーダーズ、ご苦労さんにござんす。バトル終了時、シュバルツも手札に戻ります。ごめんのすって。キャスト、お前の技は見切った。カウンター魔法でしのいだ。よかった、いつものガオーだよ。間に合ってくれ。正義の剣、ヒロイックブレイダー、ライトニングチェイサー出ます。ガオー選手、ヒロイックブレイダーとライトニングチェイサー、サイバーポリスと頼れる2人を壊れ。行くぜ。ゲージ1を払って変身、激変、特装プロミネンスバースト。ヒロイックブレイダーでファイターにアタック。キャスト、見えたぞそこだでござんす。見えたぞそこだはサイズ1以下のモンスターを破壊できる魔法だ。待て、画面を。ヒロイックブレイダー、ボス、武力行使の許可を。頼む、ライトニングチェイサー、ファイターにアタック。この様子だと心配なさそうだな。本来、プロミネンスバーストが得意とする戦い方は、他のヒーローに相手のモンスターを破壊させ、自身の打撃力をプラス1していくことにある。ですが、シガミネ殿のデッキを構成するダークヒーローはバトルを終えると場からいなくなるものが多いため、破壊できなくなってしまうでござるんるん。プロミネンスバーストにとってはまさしく天敵のような存在でござるんるん。そうだな、確かに白夜の言う通りだ。どうするガオ、
ザ・スカーをレフトにコールでござんす。もうてめえは敵か。敵だろう。敵だよな。またもダークヒーロー第一騎士の能力発動。手札を一枚捨て、シャドウヒーローシュバルツをライトにコールでござんす。ダムストライク。ライトニングチェイサー。キャスト、ハイパーエナジーでござんす。ここでシガミネ選手、ゲージを4プラスする魔法を使った。ザスカ、アタックでござんす。魂までバラバラにしてやるぜ、ソウルスレイヤー。キャスト、お前の技は見切った。再びごめんなすって。シュバルツ、ヘルデスポート。やぼう。ご苦労さんにござんす。ガオ選手、あっという間に残りライフが1になってしまいましたが、シガミネ選手はこれでザ・ムーブエンド。ファイナルフェイズでござんす。サンキューな、リッキーのこと助けてくれてありがとう。ダッキー、礼を言うのは俺の方だ。バンが来てくれないと俺負けてた。あ、ガオー何言ってんだ。手札に実は生きていたがあったんなら全然負けてねえだろ。つうかバンはファイトを中断させちまったやつだぞ。そんなやつに礼って、お前それでもバディファイターかよ。お前はどこに行っちまったんだ。アマよ、ガオ。ガオ君、タスク先輩も見てたのか。かっこ悪いとこ見られちまったな。聞いてくれ、ガオ君。ピンチの時に駆けつけてくれるヒーローなんてどこにもいない。自分のピンチは自分自身で解決するしかないんだ。タスク先生のバディポリス講座。今回はインフィニティデスクレストについて解説するよ。はい。無限の刃で悪を切るダークヒーローの必殺技カード。君の場にモンスターがいなくて、君がダークヒーローのアイテムを装備しているとき、ゲージ2でダメージ4を与えるよ。強すぎだぜ。バトルの後に場からいなくなるダークヒーローと一緒に使おう。お控えなすって。聖は帝、名はガオBye.
天馬バント黙示録の第一騎士グラトスとの因縁、バントの別れを確保するリッキー。その時炎の中に立ち上がったのは、次回炎王降臨復活のバーンノバで、お前もバディーファイト。